蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経。ご指導にありがとうございます。ご披露ございました通り、もう今日はこれ以上ないぐらい素晴らしい、お天気の中で、景品連合の教区をこう報酬させていただくことができました。本当に大広間等々あふれるばかりお参詣をいただきまして、心から御礼申し上げます。誠にありがとうございます。桜の花が我々の心をこう大変こう温かく華やかにしてくれて、あ、春が来たんだな、そんな気持ちになりました。しかし一方で、新型コロナウイルスの第7波と言われるものですとか、あるいはウクライナから、まあ、毎日届く恐ろしいニュースを見ておりますと、本当は冬から春が来て心が前向きになるところをニュースを見るたびに、何かやっぱり重たい気持ちになってしまう、そんな方もたくさんおられるのではないかなというふうに思います。まあ、まさに末法悪世で、私たちが日頃ご訪問で学ばせていただいていることが、どん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 身につまされるというか、しっかりご信心させてもらわなきゃなと。先住の5年会もあと2ヶ月、昨日もご披露させていただいたんですけれども、土曜日は福岡お通しに第1座前段後段、そして日曜日は御幸雄高須日良上人に前段後段、それぞれ今回京都でお願いをいろいろと詳細をさせて詰めさせていただきまして、もうコロナがどうなっても横浜に行くよということで、福岡お通しもご交友もお出ましくださると。我々は感染状況によっていろいろと考えさせていただきます。参詣制限、いろいろあるかもしれません。でもお通し方は土曜日も日曜日も絶対に来てくださるということでございますので、我々教務ご信者さんも一致団結して、大変なコロナもウクライナも世界の情勢もどうなるかわからないというようなところですけれども、だからこそ今こそご信心をみんなで前向きに固めて、ご奉公を功徳を積ませていただいて、ご奉公させていただきましょう。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ではそんな4月合祀奏功にも合わせてご紹介させていただきましたけれども、今日は合祀奏功は気をつけなければならない3つのポイント、今日は人生の柱にすべき3つのポイントをご教科から頂戴をさせていただきます。ご教科に負けん気と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。負けん気と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。物流街道日泉上人お示しのご教科でございます。無常に負けないように、時代に負けないように、何より方々や財商に負けないように、負けん気と根気と慈悲、この3つを、この3つの心根を大きく育てて、心に作って抱いて、ご具足の器として生きなさいと。一つ欠けてもダメ、この3つをバランスよく大きく育てていくことがご具足の器です、あなたの目標人生ですと、お示しをいただくご教科でございます。再開いたしますと、負けん気と
根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。毎日朝晩愚痛の器となさしめたまえと言上させていただいておりますけれども、その中身とは何なんだ、愚痛の器とは何ですか、答えがこの五教科にございます。負けん気と根気と慈悲のある人、負けん気と根気と慈悲のある人になりなさい、なりましょうということですね。若い頃は人それぞれいろんな性格がありますので、どんな気分で生きていけばいいのか、自分の性格気質そんなものに流されて、気ままに生きてそれぞれ人生を積み重ね、時間を積み重ねていくこともあります。私もそうでございまして、気分に任せて生きている青春時代、机の上に置かれていたメモが今日の五教科。負けん気と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。先住が勝手気ままに青春を謳歌している心配な息子にメモを書いて渡してくださった。当時は今振り返ってみると負けん気ばかり強くて危なっかしくて見てられないと、あるいはもうちょっと根気があるやつになれと、あるいはお前には全く慈悲がないと、負けん気はあるけど、そう思っておられたのかもしれません。御仏の教えでは、お祖師様の弟子旦那はこんな人、こんな心持ち、こんな人間を目指すんだぞと。お前はここが足りない、お前はここしかない、ここをもっと育てなきゃダメだと。今日のこの五教科の3つの指標というのは、私もそうですけれども、もうみんな仏流教皇全員の目標、誰にとっても大事な3ポイントだと。負けん気根気って冒頭に気というのが2つ出てまいりますよね。私たちの気分とか気持ち、気っていうのは辞書を引いてもそれはそれはたくさん意味がありまして、熟語も多くございます。やる気、元気、強気、弱気、短気、勇気、内気、覇気、おじ、損気、むら気、ちょっと変わると気合とか気分とか、いろんな気がある。景気とか気運とか空気とか挙げればもう熟語もきりがございません。ここでは特に心持ち、心の働きということですよね。解道書にはこの五教科を法華経の五門によって、お説きになっておられるんです。解道上人がこのいろんな気のある中からこれとこれがいいかなと言って勝手に選ばれたのでは全くございません。負けん気、根気、慈悲、三つのポイントというのは、実は法華経の発心本第十というところに出てくる御法門なんです。御仏からの3ポイントなんですね。法華経の発心本第十というのは、今度17日に植木先生来てくださいますので、もしかしたらお話あるかもしれませんけれども、何のことが10番目第10チャプターには出てくるかというと、仏様が薬王菩薩をはじめとする8万の菩薩の方々に、どんなものでも仏道を求めて法華経の一偈一句を聞いて一瞬でも、ああすごい、ありがたいってこう随喜した人は
必ず成仏するって説かれたんです。欲しい本で。え？全部は聞かなくても。一下、ナムとか、ニョフーをとかで、ニョフーを空中、一切無証言とか、なんかこう、ナミホレンゲキョ、はっ、ってこう思ったらもう絶対成仏する。文法ケチエンですね、文法。で、この法華経を授持して、しかも、広める人は、その一下一句を今度は伝える人というのは、如来の使いです。と書いてある。その功徳は計り知れないと。そして、だからこの法華経は、今まで説いてきたあらゆるお経、念仏だとか何だとかよりも、法華経最大事、最も優れたお経です。ということが説かれるのが、法師法。ところが同時にそのすぐ次に仏様の在世生きておられた時代ですら法華経を説くと理解するものが少なくて恨まれたり妬まれたりしたんだから仏がご入滅になった後の世の中で法華経を説こうとするとものすごい困難苦難が伴いますよということまで説かれている。そこで出てくるのが絵座室の三期、愚経の三期という教えなんです。ちょっと難しいお話かもしれませんが、まあ、とにかくスリーポイント、法華経っていうのは聞いたものは必ず成仏する、それを一下一句説くものは如来の使いである。だけど仏様の時代ですら難しかった。いかに言わんや仏様がいない時代、しかも末法では、で気をつけなというのが次の3ポイント。何をおっしゃったかというと、お経文拝見いたしますと、もし善男子善女人あって如来の滅後に死臭のためにこの法華経を解かんと欲せば、いかんがまさに解くべき。次、この善男子善女人は如来の室に入り、如来の衣を着、如来の座に座して、しかして今し死臭のために広くこの経を解くべし。今ちょっと絵座室っていうのが出てきました。室と衣と座っていうのが出てきた。その次の御文を見ると、如来の室とは一切衆生の中の大慈悲心これなり、如来の衣とは乳はニンニクの心これなり、如来の座とは一切法空これなり。ちょっと難しいかもしれませんけれども、わざわざ説明をなさった。すごくつらい、辛い苦難困難が伴うご奉公かもしれないけども、だからこそこの3つのポイントをしっかり押さえなさい。それが絵座室、室、衣、座なんですね。一つ一つ見ていきますと、絵座室の3期、衣というのは乳はニンニクの心、素直正直に、また恥ずかしめを忍ぶって書きますよね。恥ずかしめを忍ぶ、なんか嫉妬だとか妬みだとか悪口だとかを言われても、それをぐっとこう辛抱する、そういう衣をまとむ、ニンニクの鎧って言いますけども、そういうバリアというか服を着なさいと。座というのは一切法空の心、一切法空の心というのが一番ちょっと理解できないですよね。一切全てが空であるということなんですけれども、これは結局パッと生まれたものじゃなくて全てに因縁がある、執着しない、へんてこりんなところで、縛られて偏るってことがない。これ何を言ってるかというと、これ負けん気に当たるんです。
変な理屈で偏ったりしない、真実のために生きるぞという欠乗心。質っていうのが慈悲心、大慈悲心、これなれ。この3つの枝質の三期、愚教の三期からこの五教科は紐解かれている。だからパッと思いついて3つこれ、こんなこと、こんなアイディア、こんな3つ気をつけながら生きてってねじゃなくて、この3つは欠かせない、ものすごく大事なポイントなんです。3つのポイントなんです。馬券期と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけりと、まあ本当に特に先ほどから申しました通り、魔剣気根気慈悲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 、ずっとこの言葉を繰り返して自分の中で大きくしなきゃいけないですね。魔剣気ばっかりやって慈悲がないとかね、慈悲はあるけど根性が足りないとか、あるいは負けん気だけ強いけどすぐに諦めて根気がないとか、ダメなんです全部。負けん気、根気、慈悲、この3つがバランスよく大きく育ったら実り広むる器であり、人生にもご奉公にも無敵です。敵なし、ご利益いただく。冒頭の大意の中で述べました通り、無常に負けないように、時代に負けないように、何よりも方々や財商に負けないように、負けん気と根気と慈悲のある人にならなければなりません。少しでも油断してたらね、そんな3つのポイントがあるんだなんて思って油断をして偏ってバランスが欠けてたら、自分の気分に任せてたらきっとね、負けてしまう、くじけてしまう、諦めてしまう、失望してしまう、もっと言えば絶望してしまう。それが末法という時代であり、それが無常という運命を背負った私たちの人生ですね。時代、無常、慰めの言葉なんか通用しないと、慰めの言葉なんていらないと、なんとかしてくれ、助けてくれ、なんでこんなことになるんだと思うような出来事、そんな状況、そんな時があるんですね。怖い、恐ろしい、悲しい、虚しい、末法、悪世、無常の私たち、そんな時代の中、無常の人生の中でお題目にお出会いできた、このご神事に出会ったっていうことは必ずご利益いただける。でも油断してたらご利益いただけない。ご利益いただくためには魔剣気根気慈悲だと、合祀走行に戻れば、信心に出会ったのに自屈、上慢、二乗心、すぐに諦める、投げ出す、あるいは慢心してる、あるいは二乗心、自分だけ良ければいいやと思ってるっていう人だったら、これは信者の中のカスなり、全くご信心であったのにもったいない、分かってない、ご利益いただけないということになりますね。魔剣気と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。魔剣気、何よりもやっぱり大事なんです。そこで負けてなるものか、この4月3日の街道祭り、さっき小菅ちゃんがご披露くださいましたけれども、子どもたちに29年前の妙心寺の
中で起きた出来事、先住のお怪我のことについて少しお話をさせていただきました。グロテスクな写真も見せてしまいましたけれども、まあ、事実ですから、先住は29年前の4月3日にこの妙心寺の境内で6メートルの高さから転落されて、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、脳挫傷、脳内浮腫、意識不明の重体、自発呼吸ができないという状態になられました。まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、私たち家族にとったら、まあ昨日まで、いやいや昨日どころかその数分前まで楽しく話していた方が一気にこんなとんでもない状態になるんですから、もう天国から地獄というか、もう生き地獄というか、何というか何とも言えないような、儚さとか虚しさとか無常絶望というのを痛感いたしました。こんなことが世の中に、いや人生にこんなことが起こるのかというような出来事だったわけです。まあ、なんとか気丈に振る舞いましたけれども、意識不明の先住のそばで、母も一生懸命看病をすると、もう私よりその当時は年が若かったのがこの時のお母さんでございまして、先住がこの時多分54歳だったと思いますので、母が51歳とかの年齢だと思います。まあ、本当にもう何なんだというような、もう恐ろしい人生の真実というか、無常の大きな巨大な壁に直面をいたしまして、49日間意識が全く戻らない、人工呼吸器はつけたままというようなことでございました。まあ、皆さんがご病気になった時も、爪除去をさせてもらおうと、みんなご法様におすがりするしかないわよ、まあ、そんなふうに声をかけながら、各教区でも部でもお除去をいただいたり、手術中のお除去をしていただいたりすると思いますけれども、まさにこの時の私たちも同じでした。本堂ではお除去が行われて大変にありがたかったです。一方病院に行きますと、家族だけになりますので、病院の中で、本当に先住と一緒にこうベッドの中で交代で泊まりながら、看病をしていたというようなことでありました。でそんな中、まあ、止まってますので、これ写真はちょっと光ってて見えないかもしれないけども、夜の病院ですね。まあ、皆さんも、泊まりがけで看病した方があったら分かると思いますけど、まあ、夜の病院っていうのはもう寂しくて暗くて、ナースステーションだけパッとこう明かりがついてるんですけども、いろんな部屋から心臓の音とか、まあ、僕の部屋は人工呼吸器の音と先住の心臓のピッピッピッって音が聞こえてまして、もう何ともやるせなくて悲しくてというのが29年前の現実でした。そんな時に、廊下で仮眠を取っている母のところに行ったら、母に言われたのがこの五教科でございまして、耐えられじ、あな耐えられじ世の中よ、さりとていずこ逃るべき道、清純し逃げ道はないのよ、どこにも逃げ道はない、お題目しかないのよ。ああそうなんだなと、二人で病院の廊下のベッドで、まあ、ベンチで泣きましたけれども、もうこれ以上ないどん底絶望、もうこれから先どうなるのかもわからない、先住がご利益いただくのかもその時はもう全くわからないわけですから、その時に耐えられじ、あな耐えられじ世の中よ、
さりとていずこ逃るべき道、本当に逃げ道がない、どうなるかわからない、助かるのかどうなのかもわからない、でも私たちにはご信心がある、お題目におすがりしなければならない、おすがりできると、ご保全におすがりをして、また皆さんのお授業をいただいて現象のご利益、まあ、そこにはもう29年も経って表現できないこともいっぱいあるんですけれども、本当に現象のご利益をいただいて、千住がこの時生きて戻ってきてくれたというのは本当にありえないような出来事でありまして、これこそ物流魂明神寺のご信者あるいは教務全員でいただいたご利益だと、ダメなものがダメじゃなくなったと、人生には失望したり絶望したりするような出来事があると、でもご信心がある、このありがたさ、本当に耐えきれないほどの悲しみの中だから、無常に負けないように、時代に負けないように、何よりも方々や財商に負けないように、まあその後も耐えられないな、苦しいなっていう出来事がたくさんありました。この前から写真をたくさん整理して、いたら、こうアキラの写真が出てきて、アキラがインドで、まあ、子どもたち30人ぐらい、いっぱい囲まれてご奉公している写真が出てきたりいたしまして、アキラの気弱、あるいはブラジルの教務さんたちのご宣言、はあ、寂しいな、苦しいな、辛いな、悲しいなという出来事がたくさんありました。あるいは一緒にご奉公ずっとしてきた方々とのもうかけがえのない方々とのお別れもあります。先日来本当に、鈴木明さんがご宣言になられまして、明さんはもう本当に、まあ、物流魂にも欠かせないのが明さんと久子さんですけれども、まあ、根性人外、少なくとも一緒にご奉公できたこと、お出会いできたことそのものがありがたいですけれども、明さんもご宣言になったんだなと、これ博多の小林住職と明さんも抱き合ってますけれども、これハシャン・セーラン氏も、スリランカのハシャン・セーラン氏が明さんにいつも、ご挨拶して手を握りながら挨拶してる、もうみんな明さんの気弱も悲しんで、ちょっと全然景品連合の方知らないかもしれないですけども、寺田さんの写真も出てきまして、戸塚教区の寺田さんと、こんな風に寺田さんおしゃれでいつも元気なおじいちゃんだったな、お亡くなりになられまして、善田さん、これも先住のお怪我の時に助けてくださったお医者様の善田さんも、あるいは林口教区のこの前中島きみさんが1階で天井のすすを払ってくれてる写真が出てきまして、あ、きみさんと思いながら、この写真を見つめておりました。いろんなことが人生にはありますね。もちろん幸せな時間もたくさんあるんですよ。でもふって俯瞰してみると、やっぱり御仏がおっしゃった通り、人生は無常ですから、生老病死、宿泊、いろんなことがありますから、それそのまま何にもなく、計画なく、あるいは見据えないで、根性だけの目先で時間軸が短いまんまで過ごしてると、なんでこんなことになるの、寂しいばっかりじゃん、なんで老いていくの、体がこんな風にどん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 自由効かなくなるの、寂しくなるの、一人になっちゃった、病気になっちゃった、もうあと何年かしか生きられないの、なんて言ってたら、悲しくて虚しくて寂しいことばっかりだと、何のために生きてるんだってことになる、ダメだと、ダメ、負けるなと、負けん気と根気と慈悲で現象のご利益をいただきなさいと、お祖様日蓮聖人のお言葉を拝見させていただきますと、強情に鋼をしてたゆむ心なかれ、礼せば日蓮が兵の左衛門の城がもとにて打ち振る舞い、いい石がごとく少しも
おずる心なかれうんぬん。かようにおそつ様お示しな。強情に、力強く盛んに、次は、はがみをした。はがみっていうのは、歯を食いしばってって。力強く歯を食いしばって負けるなとおっしゃって、油断するなと。日蓮聖人は兵の左衛門尉って言ったら、もう日蓮聖人のことを目の敵にしていじめた人のことです。兵の左衛門尉にすら日蓮聖人は慈悲の心で向き合って乗り越えられた。私が兵の左衛門尉と向き合った姿を思い出しなさいと、そのようにしなさいと。少しもおずる心なかれ、おじけづくなと、恐れるなと。ですからお祖師様がここまでおっしゃって、海道上人がこういうふうにお示しなんですから、負けるなってことでしょ。負けん気と根気と慈悲で負けるな、みんな負けないようにしよう。何に負けるな、老いにも負けちゃダメだと、ね、年齢に負けちゃダメだと。もう80だ、85だ、90だ、70だ、75だ、寂しいけど全然大丈夫、負けるなと、ね、負けん気と根気と慈悲で負けるな。病気に、怪我でも病気でも、それは突然そうなったら、原因は何なんですか、治療法はどうですか、どうなるんですか、どうなるんですかと思います。でも先住のあの怪我の時と同じように負けないでいきましょう。ご法様におすがりしましょう。逃げ道ないんだから、負けるなと。負けん気と根気と慈悲で負けるな。無情に、寂しいこといっぱいある。あの人も亡くなってしまった、あの人もこうなんだ、あの人もこうなんだ、寂しいけど負けるなと。一番負けてはならないのは自分ですね。自分に負けてはなりません。自分の欲の深さだとか、自分のずるさだとか、自分の怠け心だとか、いろんな自分に負けるなと。人のせいにしてられないですから、全部自分ですから、自分に負けてはならないということ。負けん気と根気と慈悲で負けるな、財商に負けるな、方々に負けるな。時代に今もうそれこそもう戦争も、もう恐ろしいニュースもあるけども、こんな恐ろしい時代にだって負けるわけにはいきませんと。みんなでご信心に出会ってるんだから、そう思うではありませんか。おずるなというのは、恐れるなってことです。方々にも恐れずに、みんなで精進させていただこうではありませんか。負けん気と根気と慈悲で、今年は御正当年でございますので、お勘金に、まあなかなか難しいですけれども、一番自分に負けてはならないという最大の修行というか行い、行はお勘金です。お勘金できるのにしないと、できないというのはやっぱり負けてることになりますね。負けてしまうことになります。ですから、負けん気と根気と慈悲でお勘金に精進する、あるいはお参詣に決まる、あるいはお助行に決まらせていただく、お経家ができるように精進をすると。とにかく今年、今負けないぞと、負けないでみんなで現象のご利益を頂戴いたしましょう。虚しいな、寂しいな、悲しいなではなく、負けずに精進する中に必ず起死回生、失望や絶望が希望に変わるご信心ですから、現象のご利益があります。どうか無常に負けないように、時代に負けないように、何より方々や財商に負けないように、負けん気と根気と慈悲のある人になりなさい。木通の器として生きなさい。かようにお教えいただくご教科でございます。ゆえにご教科に、負けん気と根気と慈悲のある人は実り広むる器なりけり。
保ち立てまつる本門八本諸賢上行諸伝本人下主の南無妙法蓮。